あ、どうした。レフトともき、ライト池田さん、ライトバックリリコさん、レフトバックチーロです。こちらで自慢やろう。悪いやつ。
来週チーロ出らんよ。来週嘘チーロ出らんけ。あ、出らんって、リンも出らんくない、うん、リンも出らん、いつも出らん。あ、出らんけ。いや、ここで、フェスがあるっちゃん。フェスフェスフェス、うん、フェスあるけん、どうせここに来るんやけど、そっちに行くの。そうそうそう、128チェンコです。地味に葛藤。やめたうせえ、疲れた。上がれそう？微妙。マジ？変なところに乗せてた。マジか。はい、お疲れ様です。あ、はい、エリカのは？エリカ？エリカ入れてないっけ。エリカまだ買いに行ってないの。持ってった、だいぶ。でも行ったよね、だいぶ前になんか買いってくるみたいなやつ。ハギティ合わせとるんかな、池田さんと。じゃない、普通に来てくればいいのね。チロティ忘れたんかな。今日チロティいるやん。いるよね、写真撮るみたいな、うん、でもあの人、あの翔平が連れてきた、翔平あ連れてきた、ね、持ってない一見そう、うん、あ、いいよ。チームの呼び出しをします。チーム AFM、でも池田さんも持ってないみたいな。第4コートで試合が始まりますので、中、うん、コートでお入りください。わ、しげさんが綺麗に止められてしまった。しげさんマジヤバい。しげさんが集中発揮しております。熱っ、すげえ、あら、おーい、トゲが、トゲが登場した。ありがとうございます。どう、あ、もう全勝？違う、もう。え？1点負けた。1個負けた。強かった。なんか、ツーばっかしてて、うん、ちょっともうやりにくかった。あ、でも上がれそう。どうなんですかね。そう、上位2チームやけん。2勝すればまあ、いけるかな。なんか勝つらしいです。勝ちごと。経験の差が出た。チームのお呼び出しをします。チーム64チェンコです。コロコロクリリンの選手は第3コートで試合が始まりますので、至急コートにお入りください。最初の5です。だから三角コードで一周いっぱいだからまあいけるかな。あ、いいな、あかんの。いいか、そうか、そう、なんか試合してない。そう、まあ上がるって考えたらあれだけど。でもあれじゃない、このシリーズが決勝まであるんですか。なんか完全に17-14チロ勝ちました。3試合して帰る。確かに見るに悪いな。